第2本武徳会武道専門学校正門第2本武徳会武道専門学校はかつて京都府京都市左京区にあった私立の旧制専門学校。略称は竹仙。学校教育における武道指導者を養成するため第2本武徳会によって設立運営された。校舎跡に立つ武道専門学校記念碑1905年に設立された。 武術教員養成所を起源とする。設立の趣旨は第二本部特会の目的に沿うもので、武士道精神の寛容や精神鍛錬が説かれた。旧制中東教育学校における武道指導者を養成することを主眼に置いており、学生は剣道か柔道のいずれかを専攻し、合わせて武道を研究、理解するために国語や漢文の教育も行われていた。 旧制高等学校にも匹敵する教科教育と時には死者すら出ることのあった激しい稽古が行われ東京高等師範学校、日本体育専門学校、国士館専門学校と並ぶ国内屈指の武道回育成校であった学科課程の充実に伴い卒業者には最終的に武道、国語、漢文の科目に関して 中等学校教員無試験検定が認められるようになった。太平洋戦争で日本が敗戦し、連合国軍最高司令官総司令部司令によって武道の禁止と大日本部特会の解散がなされたことを受け、教科教育を授ける京都文科専門学校に解消、改変して生き残りを図ったがかなわず、1947年1月に、 最後の卒業式を行い廃校となった。中空外国の大義派不徳の本領なりよろし、祝平素心身を丹錬し義勇方向の修養をたる、ルカカラス名誉連地派武道家の生命なり公も、教団家を配信の、行為あるカカラス霊城自民派武道の、聖火なり公も長をしのげき、小、アナドリリタニンを不別するの行為ある、カカラス失踪派合憲の本に、 して深肌弱の源なり合せさしげんに、軽調陰備の行為を、会昔上長に対して派協令を、人種かつクソレの命令に服従しもって、既立節制の監修を要請すかしおりた彦一二歩、亀松久保利市気流種西久保行動を打つ林平根ギ氏、和一郎森久史関本幸太郎細川、長平鈴鹿等門下教員部下、教員剣道柔道剣道柔道警視庁の武道選果も、 岳戦と呼ばれているが、大日本部特会の部戦と直接の関係はない。ありがとうございます。